愛想王は、白木の第40代の王であり、生は金、意味がは生命、後に十広氏と改名。父は、第39代小生王、母は、大ヤの金宿命の娘の経過夫人。王妃は、あの金中壁の娘。800年6月に小生王が死去したことにより、 着手の声明が十三歳で即位し、おじのあで、兵部礼を務めていた金彦のボルが摂政となった。これまでの白木の五秒は、金子王党の子祖、大ブ部列王、文武王並びに、王の祖父、父としていたが、愛宗王に至って八百一年二月に、部列王、文武王を別格の二秒として起こし、五秒そのものは、子祖大王、皇祖、祖祖父、祖父、 父とする形式に改められた。805年1月には、王母、王妃の殺命、8月には、律令の施行最速である、公式24条を反復するなど律令体制の推進を図っているが、同年には、令作府の大社2名、船府の死2名を削減しており、貴族連合体制への回帰とのバランスを図りながらも、総体としては、 立領体制の没落が始まっているものと見られている。同じ805年には党では特捜が死去して、順州が即位し、戦王の小政王への哀悼の使者が送られ、哀悼王も新たに作法されて海府義道三子兼業大意、支事説、大都徳鳥林修所軍事、鳥林修士士、剣事説、三つ芸会軍士、上柱国、白木王へと官赦を進められた。 この時に王母に対して、大秘祝死、王妃に対して被牧死とする殺命も受けているが、性の食い違いがあることが知られている。この後、党に対しては兆候及び殺命の,の謝恩死の派遣を行っている。801年10月には、丹田国からの朝候を受けたことが伝わっている。丹田国は、文武を19年に、白木に隷属していたが、後に独立していたとみられる。 803年には、日本とも国交が再開されたが、両国の交渉について、三国式が、愛想を4年7月、国交を開き通行した、5年5月、日本から黄金300両が侵上された、7年3月、日本国の使者が至ると、朝、元殿で陰見した、9年2月、日本国の使者を厚くもてなしたという4例を、伝えるのに対し、日本語機は、 延暦23年9月期中上で、大友宿根新万里を白木に使わしたの一例を伝えるのみである。文化面では、802年には順納、年下がらの構想に命じて、かや山にヘインジを創建させた。804年には、かつて文武王が王城に築いた岩王池のあぜの臨海殿を修復し、さらに東宮に万寿王を創建した。しかし、 806年には、以後の仏寺の創建を禁止して、修繕のみを認めるという教書を出し、合わせて、禁衆を仏寺に用いたり、金銀の器具を製作することを禁じる布告も行っている。在位10年目の809年7月、摂政の金彦のが、遺産の帝と共に反乱を起こし、愛宗王は王帝の体だ名自衛と共に殺害された。三国維持王歴によれば、 元在四年七月十九日に王の叔父の賢徳、光徳の二人によって殺害された、としている。賢徳王の即位後に愛想と送りなされたが、王領については未詳。三国維持王歴、明清王女では、愛、相王の母すなわち、正清王妃は、朝夜明皇の娘の経過を公とする。祝明と、朝山明とは同音。 白木の五秒制度の推移については、新門王、恵康み王、戦徳王、元聖王も参照。王家の素描を五秒としたことについては、来期王政編、天使七秒、諸行五秒に基づく。井上1972ピアニッシ万も、222,234から235愛、相応の応募。 王妃はいずれも近止であったが、党の同性不婚の風習を考慮して、別姓を名乗ることとなった。王妃についてはその父の名の宿明から借りて、祝死としたことが、三国式白木本義の文中にも記されている。また、小生王の王妃については、父の名の神術から、紳士、賢徳王妃については、礼、英格官の娘であるが、兄弟の廃校時の影響か、 貞ダウとしている。はじめは、王妃の個々人によって、もろもろの性を用いていたが、愛、相応以降で、牧師とすることが定型化したものと見られている。井上 1972P235、日本語気巻き12円略23年9月期中上。ありがとうございます。